こんにちは、ひなたです。こんにちは、ひなたです。今日はですね、今日ですね、エブリデイジャスティックスさんに来ました。来ましたしくしく泣いちゃった。ぼちこが泣かせたいよ。え、泣かせた理由は？ぼちこが勝手に喋りすぎてうるさかったから。今回は30分上限なしで。え、上限なしでいいの？言っても5000円のような気がする。ちゃんとでも絶対お金を使いすぎないように、はい、2台同時やっていいんでしょ？あ、それはいいよ。でも適当にやらないで。あ、わかりました。適当にやるのはなしで真剣に30分、はい、2人で30分ね。はい、わかりました、はい、じゃあ25分5分でいい？なんで15分。なんだよ、言ってよ、そうやって15分ずつって。ということで、はい、レッツゴー。ということで、はい、30分いきたいと思います。どっちか先やる？どっちでもいいです。君から先やって。やっぱいいよ、見せ場さんに。どういうこと？はい、30分よーいスタート。はいはいはい。お金は？お金、あ、そう、お金、お金は？あっお金両替しないと。はい、ということで、はい、両替3000円分一応両替したので、はい、ヒロ君が15分。え、25分じゃないの？違うんだ。15分いきます。よーいスタート。どうしよう。何？じゃあラーメンにしよう。これ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 、これ可愛いよね。カービィのディスペンサー。やべ、めちゃくちゃ動くんですけど。望みありじゃない？じゃない？そうなんだよ、そのさ、横になってからが勝負じゃない？陽明師でもやる。いいよ、陽明師は。すごいね、2回。いや、ちょっとびっくりすぎて次何も考えない。これに結構費やす感じだったよね。あったんだけど。モルカーだ、かわいい。モルカーの。モルカーちょっとやってみて。枕。うん。これあのマフロイヤになりますね、多分。さあ、どんなもんか。ちょっとアームの力見ないと分かっ。アームの力見るどころではなかった。どころの騒ぎではなかったな。ちょっと多めでね。これさ、もしかしたら押すパターンじゃない？いやー、これは君だ。これはね。何これ？何これ？お茶ね。お茶。お五条さん。ちょっと最近ハマってっからさ。マイクラね。わあ、狼取りたいな。狼がいいの？狼がいい。キツネって言ったじゃんさっき。うん、最初にキツネが見えたけど狼がいたからさ。来い。やっぱ三本アームだからさ、難しい。大丈夫大丈夫大丈夫。まあ、いける？掴めないんじゃないこれ。確かに。あ、こんなに行った？あ、戻ってきた。前に来た前に、うん、いや、まだでも開いてよ今パッて。あ、ほんと？果たしてでもこれは確率機なのか否かだよね。まあそこだよね。爪でこっちに引き寄せたい。できる、できる。爪で引き寄せて、よし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 。あ、でも抜けちゃいそうだな。また終わられたよ。あれ、もう終わり？終わらねえ。あ、いけるじゃん。来た。あ、ダメ。そのまま滑って滑って、これやらないと。やっぱりルカちゃん、ルカちゃんやらないと。あんたさ、あれじゃないの？いや、やっぱルカちゃんですよ。まあスミちゃんもいいですけど。ヒロ君、スミちゃんは好きじゃなかったの？まあでもやっぱりルカちゃんの方が髪短いの好きなんで。みんな短いよ、大体。え、すごくない？めちゃくちゃ動くんだけど。ね、箱物今日狙い目かもしれない。箱物今日狙い目かもしれないよ、ね、頼むぞ。いいよ。いいよ。うますぎるんじゃない？両替キープに行いますか？ねー、でも頭が重いんか。ここに入ってんだ、お金が。お願い、今度頭。足がダメなら頭狙い。いやー、ついてはいるよ。攻める。ちなみに、はい、8分25秒。あ、やばい、まだ結構ある。あ、いや、重てぇな。両替キープに行いますか？両替キープに行いますか？なに、6分もあるの？戻ったー。もうどういうこと？来い。あと3分30秒。でも助けてって呼んでる。いや、これお兄さんパー使う？すいません。お兄さんパー使いました。はい、アドバイスいただいて、これで向こう側に一回やって。厳しい戦いだぜ。取れたら尺的にもちょうどいい。
押したらいけそうだね。押したらいけ、押したらいけそう、うん、もう企画とか関係ないから、関係ないよね今ね。ちょ、なんで撮ってなかったの。ちょっと8回ぐらいズルした。8回ぐらいズルしてやっと撮れました。はい、ということで僕の結果こちらです。これはもうタイムアップだったからね、これはもうなしということで、はい、しょうがないです。まあ1本200円で、これすごかったよね。それすごかった、ありがとうございます。はい、ではゆいさん、はい、僕のあの雪辱を晴らしてください。それでは、はい、15分タイマー自分でスタートしてください。あ、いきます。はい、せーの、スタート。さあ、君の大好きなアニメのね、キャラのフィギュアがありましたか。本当だ、こちらですね。一番好きなキャラクター。一番好きなの。一番好きキャラクター、アニメのキャラクターの中で一番好き。取れるのか、果たして。おお、これは確実に狙いにいってるぞ。これはさっきヒロ君まで学んだ、多分頭やろうな、うん、頭を持ち上げてってずらすのと思う。思った、まず横にしてからじゃない。かわいい、一番かわいい。ほう、結構持ち上がるね。でもさ、結構前のアニメなのにさ、まださあるの嬉しいな。ね、確かにね。あ、戻っちゃった。戻っちゃった。だからやっぱ横にしないといけないんじゃないか。横？横にしつつ後ろにずらしていって最後に立てて落とす。ジャン君さっきなんかめっちゃお金使ってたからな、あんまり信用できないね。顔、いいところ、いいところすぎる、いいところすぎる。どれぐらい動くか。おお、ぶん投げられたね。ね、かわいい。止まっちゃうかな。お、これどうするの、これどうするの。これ後ろ持ち上げたらワンチャンあるんじゃないの。後ろ後ろ持ち上げたそのままブロンって。了解です、わかりました。ピンクと白の間にスッて入ればあるんじゃないですか、ね。うん、ピンクと白の間、白の間じゃね。いや、白奥じゃやりすぎだよ。白奥だと思う。あ、また行き過ぎたか。あ、いいんじゃん。絶対持ち上がってこないと思うけど。やっぱ俺の言うこと信用ならなかった。あと2回残ってる。やった、動かしてもらおう。うん、はい、ほら時間なくなっちゃうから。はい、2回券、はい、1回移動するやつもらったので再開いきます。せーの、よい、はい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 。いや、なんか想像以上にすぐだったな。なんかこれ欲しいな。え、急に急にやるやん、メンダコ。でもなんかずらしてみたいな感じで書いてあるね。あ、ほんと。 あ、リサだ。あ、リサあるよ、リサ。いいの待ってるよ。だってもう、だってゆい、リサにハートしてもらったもん。この前のライブでの思い出ね。これ、あ、メンダコいるよ、ほら、メンダコ。大丈夫、大丈夫。なんか大きいの欲しいな。このスヌーピーもどきやろうぜ。違う、トクちゃんだからこれ。トクちゃん、知ってる？トクちゃんは、みかんが大好きなんだよ。あ、そうだよ。うん、そうだよ。やっぱもう一個ぐらい欲しいね、でもね。そう、ヒロ君も一個しか取れてないから。センバー、センバー、ちょっとそれ掲げさせてくれよ。こうやって、うん、まあそうですよね、センバー、センバー。向こう行こう。時間はあと5分40秒あと5分。これすぎる。お、出ました、福袋。大好き福袋、大好き福袋、大好き福袋。あ、リオ来た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 来これ狙ってんでしょ、しずく玉。違うよ、綿菓子です。いち、まあまあ、それは取れるやろうな。あと3分半3分、よしだ、にゃにーん。下手にも程があるぞ今の。でも結構威力強いね、しばらく。バチコーン来たね。うん、よし、2回入れてもらいました。はい、さっきのやつ回転するからさ。ね、おおおおえぇ、ーまた1回余っちゃったじゃん。すごいんだけど。すごい、マジ。どうしよう、皆さん。さあ、あと残り1分です。はい、一気に移動しました。はい、1個残ってたのでね。本当に花かっぱなんだよな、花かっぱにすればいいのかな。はい、いけそうじゃない。なんかいけそうな気がするね。取れそうな感じあるね、ちょっとね。え、思わせる作戦か。あ、そういうこと。うわ、思わせる作戦やな。
残り時間こちらでございます。あと2回できたらいいな。さあ残り時間こちら35秒でございます。はい、果たして取れるのか。終わりそう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 。これでラスト。やばいやばいやばい。終了。お疲れ様でした。じゃあちょうど車で。はい。はい、ということで30分終わりました。お疲れ様でした。じゃあヒロ君から戦利品。はい。僕の戦利品はこちらでございます。はい、じゃじゃーん、クービーアルコールディスペンサー。これめっちゃ可愛いね。いやめちゃくちゃ可愛いよこれ、うん、これだけで10個分の価値あります。イエーイ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、じゃあ私いきます。まず一つ目、はい、じゃーん、サギリ。これはすごかった。アニメの今まで見てきたアニメの中で一番好きなキャラクターです。よかったね。はい、エロ漫画先生です。エロアニメですか？エロアニメではないです。はい、じゃあ次、はい、あ、そうだよ、それ袋、これ何入ってるかそれ気になる、うん、お、なんか玉。何それ？ウーさんのボール。トドのボール。あ、フルーツ。フルーツ牛乳のボールペン？フルーツ牛乳のボールペン。はい。それもう弾けたらやばいやつや。なんかスイカのスイカのスクイーズもどきみたいなやつ入ってますね。はい、でもなんかまあ遊べそうな。まあ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 100円で1回で取れたならいいんじゃない、うん、って感じ、うん、はい、こちらおたがしで最後、はい、じゃーん、これすごかった。3回で取れたね。2回入れて、あの剣のやつ1回使ったのか。そうそうそう、はいはいはい、すごい、やったよしでーす。何ということで、はい、30分やったらこれぐらい取れます。でも運が良かったのかな。そうね、だって俺1個しか取れなかったもん。そうだよね、もう1個だって8ずるしたからね。そうだよね。8ずるというか普通に10分ぐらいずるした。10分ぐらいずるしました。ノーカウントですね。ノーカウントです。ということで30分取り放題はこんな感じの結果でございました、はい、ぜひよかったら皆さんもやってみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。